なんかまた変なパーティーができてしまった。ということで、オスミルのチャンピオン、どうもインゲンです。コツコツとしたことが全くできないと、ノリだけで生きているということに定評のあるインゲンなんですけども、最近思いついたポケモンの方をメモするということを覚えまして。実況者歴3年以上になってますけど、やっと。ということで、僕のメモ帳からいろんなポケモン引っ張ってきてみました。別に適当にやったわけじゃなくて、かなり保管とか考えに考えまくったんですけど、まあ、いかんせん今は種族地大正義環境ですからね、どんぐらいやれるかはちょっと自信半々かなってとこです。まあ、物は試しということで、本編の方どうぞ。はい、対戦相手見つかりました。よろしくお願いします。あ、忘れた頃の気のがさ、強いよね。普段あんまもう出てこないなって思ってた頃のキノガッサが一番強い。落とし鳥にキノコの星はできるけど打点がない可能性があるんで、落とし鳥は言っとくか。あと今回アタッカーはこっちかな。ニガルーサで間なんですけど、ちょっとセグレイブ対面がきついので、セグレイブに対して引き先としてウィンディー連れていこうかな。これでよろしくお願いします。ウェーニバル先発、なんだろう、ハチマキとかじゃなければ大丈夫だけど、まあ、ビルドとかいろいろいますからね。とりあえずはたいとかないと危ない相手なので、一回畑選んどきます。アイススピナー、いやー、めちゃくちゃ素直なアタッカーだ。5つ目、はい、アイススピナー結構入るね。神秘の雫、すっごい素直。今のダメージがちょうど90だから、次はめっちゃ乱数だな。落とし鳥ノーマルテラスなんで、ウェニバルに対してはテラス切ってもちょっと微妙ですよね。テラス切りどころここじゃないな。ウィンディーに引かないといけないターンかも。はい、ということでウィンディー出します。威嚇でなんとかしのいでいきたい。アイススピナー、一応あれですね、ミガルーサに打点がなさそうなウェイニバルなので、鬼火を入れてしまえばうまいこと起点にできるかもしれない。今回のウィンディはかなり起点作成に寄せたウィンディです。物理も特殊もそれぞれ起点を作って、オーバーヒートから脱出パックで後ろに引いていくという方になっています。アクアステップ、もうゴリ押し。神秘の雫はたいてるので、うん、火力は大丈夫ですね。くっ、鬼火が入りません。一度朝の日差しします。一応勝ってそうだったので、ウェーブタックル、なるほど。いやー、鬼火入んない。しんど。地震過剰、はい。結局これ A トントンなのか。乱数台に期待して羽休め打つ、ちょっとダメージ計算する時間足りなそう。ミガルーサ行った方がいいか。全然起点作成できなかったな。アクアステップで上取られちゃうから、身を削るも押すに押せないのよね。でも押さないと勝ちしないわ。ウェブタッコ、はい、だったらあるかも。身を削るで HP ギリギリになりますが、S2 上昇で、まあ、抜けるはず。抜けるかな。最速ウェイニバルだったら抜けないんだっけ、これ。S 今回ちょっと甘えてきてるんだよな。相手のウェイニバルの S ライン次第かも。思った以上に火力ないので、これ自己再生連打でいいかもな。悪じゃん。ここの自己再生めっちゃ良くない。この自己再生、いいかも。相手神秘の雫なんで、水3、ウェポン3つなんですね。インファ切ってる。やばい、ウェイニバルだ。このアシストパワーで。引いた。おー、なるほど。もう、もう一回身を削るの起点になりたくないから。無理やり引いてますね。これはアシストパワー痛いですよ。強っ。むちゃくちゃ火力あるやん。これカローやウルトガと違って耐久の数値は下がってないんで、一回自己再生通っちゃったら強いんですよね。セグレイブ、え、これもしかして勝った、勝ってるな。ゴーサが選ばれました。強。勝てるんかい、こっから。
いやちょっと意外な展開になりました。いやーまあちょっとあれか、ウェニバルの技構成にも助けられた感はあるけど。はい、対戦手見つかりました。よろしくお願いします。いやーヘイラッシャには体で勝てないんだよな。まあしゃーない、この並びか。こうですね、よろしくお願いします。先発ヘイラッシャとか聞いたことないけどな。また変わった変わった戦術ですね。ヘイラッシャーに対してはもうステルスロックから入るの大安定だと思います。あくびされても別にあれでいいしな。え、なんかアタッカーヘイラッシャーなの、そういうことなんか偽装されてる氷なんか偽装されてるわ多分マジそんなヘイラッシャーいるんだ。え、しかも早すぎない？なんだそれ。あ、違うわ。あ、びっくりした、びっくりした。あれか。ゾロワークか。びっくりした。変なヘイラッシャーおるなと思った。びっくりした、びっくりした。あ、よかった。はい。ゾロワークですね。あ、もうなんか、ヘイラッシャー先発見たとき、ゾロワークだって、ちゃんと思えてないな。本当はもう、その時点で全然わかるべきなんだけど。バックアウト打つか。引っ込めた。はい。アチゲーター、どうだろう。ミカルーサの起点にできなくはないんだけどな。あくびあるかな。鬼火入れてたらあくびあんま搭載しないと思うから、起点にはできると思うんだけどな。あくび以外にされて嫌なことないんで、一回バックアウトでそのまま居座ってアチゲータの様子を見てみます。ホノルズ逃げらんない。まあ別に、っていうかアチゲータってそんな口開きっぽだったっけ。え、口閉じれるよね確か。アチゲータ普段閉じてるよね。なんか顎外れてないですか。ちょっと、ああ、口閉じてる、いつの間に。相手も怠けるあるし、こっちも日差しあるし、お互い暇ですね。じゃあオーバーヒートして、アチゲータ来てんだこれ。はい、脱出パックで炎の渦化でも逃げることができます。さらばで身軽さで身を削りましょう。あとは悠々と。渦、はい。ゾロワークなんですけど、あれメガネじゃなくても普通の氷テラバで落とし取りって吹っ飛んでるのかな。タスキなのかな。タスキだったらもうめちゃくちゃ厳しいんですけどね、この試合。まあでも身を削る押さないともうこの試合どうしようもないんで。ヘイラッシャー、お、型破りをご存じない型破りなくてもアシストパワーって火力上がるんだけど、まあ、型破りもちゃんと補正としては加わりますね。うん、まあもうヘイラッシャーが HB とかで、ん？ヘイラッシャーがどんな振り方でも基本的にここアシストパワーでいいので、まあ、アシストパワー打っていいよな。一応ここ自己再生っていう点もあるんですけどね、あくびが嫌すぎるんですよね。自己再生、あ、どっちがいいんだろう。さすがにアシストパワーか。ということで、もうゾロワークがメガネだと信じて疑わない男です。ヘイラッシャーは余裕。いや、しかし初手氷テラスか。アチゲータん、あ、見た目はアチゲータだけどってこと。いや違うな、氷テラスだもんなあれ。え、なんでこっちから。え、そんなん自己再生をしたくなっちゃうんですけど。でもアシストパワーにとどめるよ。はい、もう波乗りよりもこっちの方が火力上。
じゃあどう、不意打ちがない限りタスキでももう大丈夫か、スカーフでもまあ大丈夫か。あ、もう勝ちか、ほぼほぼ。よかった、じゃあ勝ちだ。上からアシストパワー、あー、メガネっぽい、よかった。まあいずれにせよこちらウィンディを一撃で吹き飛ばすことはできないので、タスキでも大丈夫、スカーフでも大丈夫だったと思う。うん、まあ何にせよ大丈夫だったかな。スカーフ、いやでもスカーフナイトマスターちょっと怪しかったかもな。うん、ギリギリバークアウトが間に合ってなかったかもしれないから、これは助かったかもね。はい、対戦相手見つかりました、よろしくお願いします。めちゃめちゃウケるだ、こんな純正ウケるなかなか見れないですね、珍しい。この試合はもう身軽さ全突破だな。自己再生メガルーサーお相手だいぶきついと思う。はい、今回落とし取りに挑発入ってないのがちょっともったいないけど、これでいこうかな、よろしくお願いします。今作アンコールとかね、こだわりトリックが流行りに流行ってるんで、なかなか純正受けループ、まあ、見ないんですけど、いるんですね、珍しい。あ、これ鉄壁連打されるとちょっとゲームが怪しくなってくるので、いやでもステルスロックだけ巻きたいステルスロックだけ巻かせてほしいけど、悠長かな。うん、スディルしよう。鉄壁からの展開許してしまったら大変なことになるわ。一回クレベース、どうしよう、これ蓄える3回積んで身軽さにバトンすることもできるんだけど、もちろんボディープレスはなんとかしないといけない。いやでも先プクリンかな、ミスだったらごめんなさい。ブツ、なるほど、つらら、アタッカー、アタッカーってことでもないのかな、一応鉄壁プレスとかあるけど、鉄壁プレス再生つららだけど、まあ、雪なだれ持たせるところが多いところに、まあ、つらら置いてるっていうだけかな。決してアタッカーとかではない。ただちゃんと引くんですね、ここ。滅びとか警戒してるか。ドヒド、はい。まあ、耐久っぽいポケモンには毒入れときゃ、エアロの精神かもしれん。これはプクリンの先入観が、うまく取ってますね。プクリンもう、滅びの歌といえばみたいなね、ポケモンですから。鉄壁からボディプレスみたいなのを間に合わせようとはしづらかったかもしれない。今回持たせてないんですけどね。身軽さに毒毒されたくないので、プクリンが毒毒されるまでは蓄えようか。てかそういや黒い霧あるんかな、毒毒、はい、まあ、ここバトンするんですけど黒い霧はありえますね、残念ながら。あ、でも黒い切りされても一応身を削る、あでもそうか、どうだろう、相手黒い切り連打かな、身を削る読みで、まあ、蓄える2回詰めたので、まあ、一旦ここバトンか、もう一回蓄える積んだらもうバトンバレそうなタイミングになっちゃうから、早めにバトンしとかないと警戒されちゃうよな。いやでも今の環境黒い切りないとひどいであるか、基本ありそう。はい、型破りです。頑丈とかではどうしようもない。毒菱、あー、毒菱、再生、あと1。切りないかも。さすがに身を削り1回積まないとドヒド倒せないので、1回身を削らないといけない。まあ、毒食らうのしゃあないですね。あ、というか、HP 偶数になってない。はい、身を削るのエフェクト。おー、初めて見た。こんなんなんだ。身が。身がトゲトゲになってた。はい、でドクドク、黒い霧よりはマシかな。一応ボム発動しますが、まあ、タイムリミットができちゃいましたね。タイムリミットがなくなる前にアシストパワーでご利用せるか。一応ボムまで入りますが、まあ、ここはもうエスパーテラスアシストパワー行くっきゃない。はい、
相手はトーチカあるかな、あったらトーチカ打ってたんですが、まあ、テラスでタイプずらされたりとか考えたらちゃんとエスパーテラスして火力上げた状態で打ちたい。お、よかった、とりあえずテラスない、ドヒド突破。いやもう今回この1体に全てをかけてるんで、これで勝てたら勝ちだし、勝てなかったら無理です。まあ、ただクレベースに関してはもう絶対勝てるので、ラス1次第なんですよね。ラス1に勝ててれば勝ち。ちなみに特性型破りなので銅の天然で無効化されません。銅に対してもちゃんとフルパワーで入ります。塩じゃあ勝ちだじゃあ勝ちでしょ。はい、もう波乗りよりも下手なことするよりも、これ5つの能力全部2段階ずつだ、綺麗。全部で10段階上がってるので、アシュスパワー威力220ですね。さらにテラス補正付き、さらに特攻2倍。いやー、これは受かりまいて強いいやー、もう完璧です。頑丈で耐えられません。やっぱ身軽さはこれに限りますね。受け破壊の動きが非常に強い。はい、ありがとうございました。素晴らしい。はい、今回のぶっちゃけ感想のコーナーです。今回は戦績で言うと3勝4敗だったんですけど、隊列を出した4試合が全部負けで、身軽さを出した3試合が全部勝ちだったので、まあ、身軽さは全勝でした隊列が本当に悲しいぐらい弱かったですね。まあ、ちょっと隊列の話も後でちょっとだけ触れるんですけど、最初に身軽さなんですが、まあ、でもね、星5段階評価で個人的には3かな。3勝してて3なんて思うと思うんですけど、相手のパーティー見て出せない試合出してないんで、やっぱり通らない相手には通らないなっていう印象です。まあ、今回はその耐久バトンとか、相手の火力落とした状態で出して、身を削るした後に自己再生とか間に合わせちゃうっていう動きまで考えてたので、自己再生に1個技枠割いてたんですけど、まあ、ここで1個技範囲狭くなってるんで、やっぱサザンドラとかには打点なかったですね。悪タイプかつ水半減、まあ、一応冷凍ビームとか覚えるので、そっちの方がいいのかな。まあ、とはいえちょっとテラスの読み合いになっちゃうんですけどね。で、今回そのエスパーテラスだったんですけど、火力プッシュとしてテラスタイプはノーマルとかもありだったかなと思いますね。スカーフサーフ号のシャドボとかリミックの影打ちとかをそのまま起点にできたりするし、まあ、弱点も減るので耐久方面のサポートをね裏でやってあげたら、ノーマルテラスとかは相性いいかなという感じがしました。まあ、相手にこういうポケモンがいったら出しづらいっていうのは、まあ主に海竜ですかね。一応型破りでマルチスケール貫通アシストパワー打てるんですけど、シンプルに新速で吹っ飛んじゃうので、まあ、今回は蓄えるバトンとか威嚇鬼火あと捨てゼリフあたりでサポートしたんですけど、まあ、シンプルに壁の方が後から出てくる海竜に対して安定するので、まあ、今回ちょっと気を照らっちゃったんですけど、まあ、壁からの身軽さっていうのが一番定番の流れになるかなっていう印象でした。まあ、で今回ちょっと海竜に薄めにしてたのは、この隊列がゴーストテラスだったので海竜の神速で止まらないというところをちょっと強化していて、海竜がいる相手には積極的にアタッカーの方は隊列に任せてみていたんですけど、まあ、全然強くなかったのでという形ですね。まあ、ちょっとだけ隊列に触れるんですけど、まあ、一応コンセプトとしては、格闘とゴーストの技範囲ってもうポケモン界の中でも最強クラスなんですよね。本作両方半減以下に取れるポケモンいる、まあ、ほぼいないはずなんですよ。はい、っていうぐらいもう全ポケモンに10倍以上で入るという無限の技範囲になるんですけど、まあ、攻撃方面でも優秀かつ海竜とかの神速を透かすことができるので、積んだ後もまあストッパーにストップされにくいっていうのもありますし、さらにこの排水の陣っていう技、これ自分が使うと逃げることができなくなるという技なんですけど、まあ、その代わり全能力が上がるという非常に強力な技なんですけどね。これゴーストタイプのポケモンって自分が逃げられないっていう効果を全て打ち消すっていうタイプ特性があるので、ゴーストタイプに限り排水の陣を使った後逃げられるんですよね。ということで、もうなんか剣盾の頃とは比にならないぐらい隊列強化要素あるじゃんと思って、ゴーストテラスだけで世界変わるんじゃねと思って使ったんですけど、はい、
火力も耐久も素早さも全部はい足りませんでした。特に火力は特化させてたんですけど、それでもまあ足りなかったですね。正直隊列前作よりはるかに強くなっても厳しい、もう本当に苦しいポケモンかなって思いました。いやけどなんとかね活躍させてあげたいポケモンですよね。鉄壁ボディープレスをタイプ1で打てるっていうところは強みなので、まあ、テラスタルなしでボディープレスタイプ1で打てるよっていうところを売りにしていくのがいいのかな。いやまあそれでも強いとは言えなさそうなんだけど、ちょっと現状僕の中で隊列は諦めムードですね。はい、星5段階評価で0です。星0です。まあ、でもせっかく育成したんでね、ちょっと頭の片隅にこれからも置いておこうと思います。まだ開拓のしがいありますね。もうちょいなんかできる気がする。この前の後語りでキャバクラに行ったよっていう話をしたじゃないですか。人生初キャバクラ体験記をね、ルガルガの動画だったかなの後語りでしたじゃないですか。したじゃないですかって、まあ見てない人は知らんわってなりますよね。したんですよ。で、まあちょっとね、結構後語りおもろかったっていろんな人に言っていただけて、あ、よかったと思ってたんですけど、なんか、ああいうね、面白いことがあったら、やっぱ動画で話しとくもんだなと思って、ちょっと、嬉しくなっちゃってたんですけど、僕、お仕事をね、本業のお仕事が、YouTube以外に2つあるんですよ。まあ、もちろん YouTube も本業なんで、もうどれが本業か自分でも分かんないんですけど、YouTuber とか始めるよりもさらに前からもうずっとやってるビジネスのお仕事、まあこれが一応最初からやってるっていう意味では本業なのかなが1個あって、でその後に始めた YouTuber があって、であと今専門学校の非常勤講習していますよと。まあ、これで3つですね、お仕事が。まあ、一応肩書きとしては作詞家もあるんですけど、もう半年以上作詞の仕事もらってないので、まあ、最近は本当にただの肩書きだけというか名ばかりだけになっちゃってて、まあ、まだ作詞やりたいなとか思ってるんですけど、まあ、なかなかね、音楽関係のコネとかもね、なかなかできていかないと、そういうのって継続的にお仕事になりづらいので、まあ、今はね、主に YouTuber とビジネスの仕事と専門学校の講師ですよっていう感じなんですけど、この前、まあ、いつも通り専門学校に登校して、で授業やるわけですよね。おはよう、はい授業やるよって言って授業やるわけなんですけど、言うて僕も26なんで、まあ、専門学校の生徒さんは高校卒業後に入る人が多いから、まあその人たちで言うと19歳20歳あたりの年代になるんで、そんなにまあめっちゃ離れてるわけじゃないんですよね。で、まあ、僕もね先生ぶっていますけども、まあ言うてそんなに離れた距離感ではないので、休み時間とかも教務員室じゃなくて学生と同じ部屋で食べてたりするんですけど、僕お昼食べる時に学生にグイグイ話しかける勇気とかないんで、大概一人で食べてるんですけどね。でお昼食べ終わった後に、まあちょっと学生の女の子がこう話しかけてくれて、でそこでね何でもない雑談をしてたことがあったんですけど、その時に先生この前のルカルガの動画見ましたって言ってくれて、あそうなんだありがとうと思って、ありがとうって言って、もちろん YouTuber であることを隠してませんから、まあむしろそのね YouTube とかでそういう動画とかのお仕事もやってるから、その専門学校でクリエイターになりたいよって人たちに教えられるみたいな側面があるんでね、そこは大いに活かしているんですけど、まあYouTube やってるっていうことはもう伝えているので、学生の皆さんは見ようと思えば見れるわけですよね。僕の動画とかで見ましたって言われて、あありがとうって言ったんですけど、まあもう皆さんお察しの通りですよ。先生キャバクラ行ったんですねって言われて、まあそこで固まっちゃって、あうんみたいな。もうそこで急になんかもうめちゃくちゃもう顔熱くなっちゃって恥ずかしくて、あ学生の子にねキャバクラ初体験の話聞かれちゃったと思って、そういえば 見るんだよな学生もっていうのを後から気づいて、先生目のやり場に困ったんですよねとか4軒目に行ったんですよねとか言われて、あそうそうみたいな、よく覚えてるねみたいな話をしながら、いや今なんなら今俺がなんか目を見て話せないけどみたいな恥ずかしくてみたいなね、そういう時間でございましたけども、割と一通りもうこっちで先生がキャバクラ行ったらしいよっていう話題でもう盛り上がったよって言われて、もう生徒のみんなに知れ渡ってしまったらしい。いや別にそんな悪いことしてるわけじゃないからさ、いいんだけど、キャバクラ行ってねめちゃくちゃ、ね、女性慣れしてないから、もうそこでああってなったムーブを全部ねバレるっていうのはちょっと恥ずかしいですね。それね、一応仮にも先生っぽくねよしやるぞみたいな感じで振る舞ってるので、そういうところでもう弱々な部分がバレてしまうとひえーってなりますね。
いやもう本当に恋愛経験なさすぎて、あのこと恋愛においては学生の皆さんの方がねあるんだろうなっていうようなあの人生を送ってますけども、いやまあ恥ずかしかったなっていう話ですよまあでも本当その恋愛とかだけじゃなくてさ、ね、動画を作るとかその画像を作るとかクリエイターとして生きるみたいなことに関してはもちろん学生の皆さんよりは、まあ、時間が長いじゃ長いんですけど、また社会人としてのね過ごしてる時間は明らかに僕が学生より長いので、まあ、そういう話とかはねもちろんできるんですけど、なんかもうそれ以外のことに関しては本当にもうみんなに教えてほしいぐらいのことがたくさんあって、まあ、なんか年取ったら勝手に成長するわけじゃないんだなってすごい思うんですよね。最近その実家に帰ったんですけど、母親がなんかぼーっとして何もしてなかったら本当に嘘かっていうぐらいそのまま年取れちゃうって母親が言ってて、すごい重たい言葉だなと思ったんですよね。もうあの20歳、20歳から50歳までの30年間とか平気で何も成長せずにそのまま年取ったりできちゃうっていうこと言ってて、ひえーってなったんですよね。あーなんかもっといろいろ経験積んで僕もいい年の取り方をしたいなってそれを聞いて思ったわけですよ。できてんのかな、いやわかんないよ今いい年の取り方というかいい時間の過ごし方をできてるかどうか。でももっともっとこうチャレンジャーにはなりたいよね。いろんなことにチャレンジする年に、特に YouTuber とかやっぱ行動力とか大事じゃないですか。僕他の人にコラボしようって誘うとかすごい苦手っていう話を前からしてるんですけど、まあちょっとね消極的なので、いやおかしいな、僕昔10代の頃は結構こう鶏通った今、結構積極的な人間だったはずなんだけどな、いろいろやったと思うんだけど、まあちょっとなんか積極的に息づかれちゃったのか、まあ、なんか二十歳超えてからだんだんすごい消極的になってって、今あんまりね自分からうおー何でもかんでもエネルギッシュいけコラボだ社交的に行くぜイエーイバイブス上げてこうみたいな、テキーラ追加みたいな、なんかそういうねなんか生き方全くしてないので、皆さんもいきなり僕はそんな感じになっちゃったら嫌だと思うんで、嫌じゃないかもしれないけど、別に勝手にどうぞかもしれないけど、僕もいきなりそういう風にねなれるわけじゃないので、まあ徐々に積極的にエネルギッシュに生きられたらなって思いますね。でも本当に20代前半はめちゃくちゃもうメンタル病んでた時期が長かったので、本当に YouTube 始めてからすごい救われたなって思ってるんで、そういうなんか弱ってる時期を経て大人になったんで、まあ、生きてるうちにそういうなんか休息の時間というか、ちゃんと弱ってる間はあの自分を弱らせてあげるというか、弱ってる時も無理して頑張ってこう自分じゃない自分をさせないというか、まあ、そういう時間も、まあ、人生の中ではね数年間必要なのかなって思ってるんですけど、まあ、今はだいぶねその皆さんのおかげで元気にやれているので、それこそお仕事であの一緒に頑張ってる、ね、ビジネスをしてる皆さんとか、専門学校で先生って呼んでくれる、ね、生徒の皆さんとか、そういう人たちにちょっとずつこう自信をもらいながら元気になってきたなって自分は感じるんですけど、でもちろんその一番大きな部分は動画を見てくださってコメントしてくれたりとか、まあ、反応を、ね、一つ一つくれてる皆さんに本当に支えられて大人になったなってめっちゃ感じるので、まあ、そこでもらったエネルギーの分少しずつまたエネルギッシュに活動していけたらいいなって、まあ、無理はしないですけどねそう思います。なんで本当、まあ、仕事3つともすごいいい人たちに周りをね恵まれて生活できてるんで、本当数年前の自分からしたら夢みたいな話ですから、なんかすぐこう気持ちがほらチャンネル登録次は20万急げみたいな、30万やれ30万だってなんかすぐならないというか、もうなんか今の時点で本当夢を見ているような気持ちなので、もうなんかその時々でものすごく満足しちゃうんで、満足できねえ次次ってハングリー精神になれないんですよね本当になんか嬉しくて全然なんか頑張るぞおーっていうよりもなんかあー今日も楽しいなふわふわみたいなもうなんか全然エネルギーを消費せずに生きている日々なんですけど、まあね
それはそれですごいいい時間だなと思いつつ、でもちょっとずつエネルギッシュにも頑張っていきたいなと思ってます。逆に言えばね、その僕去年とかもたくさん仲間大会やったりとか、僕なりにいろいろ企画してるじゃないですか。僕弱っててあれなんで、弱っててというかすごく省エネでもあれくらいはできちゃうぐらい、いろいろ企画したりとか人集めたりとかね、そういうのが大好きな人なので、まあフルパワーになったらきっといろいろできるんだろうなって自分に期待していたり、まあ、でもね、ガンガン前だけを見すぎて今あるその幸せに気づけないというのもあれなので、その辺のバランスは取りつつ頑張りたいなと思ってます。何の話なんか急にしんみりする話しちゃった、はあ、いやでも本当に普段ちゃんと言葉にできて言えてるか自信ないんであれですけど、本当に皆さんに助けられてます、ありがとうございます。はい、ちょっと長く話しすぎちゃったんで、ということで今日はここで終わろうかな。もし面白かったと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなど、どれか一個でもとっても嬉しいです。お相手は人間でした。めっちゃ寒くなるらしいんで、あったかくしてお過ごしください。ではまた次回。バイバーイ。